原価計算クッキングというわけで、こちらの材料を使って今からね料理をしていこうというふうに思いますけども、開かないですねこれ。開かないです。熱い。はい、というわけでちょっとね盛り付けていきましょう。はい、皆さんどうもこんにちは、公認会計士 YouTuber のクです。さあ今日はですね、原価計算クッキングというわけで、公認会計士である私がですね、料理を作ったらいくら原価がかかるのかということをね、ちょっとね実験したというふうに思います。で、今日ね何の料理を作るかというと、こちら。はい、それではですね、こちらの材料を使って今からね料理をしていこうというふうに思いますけども、これね何を隠そうですね、私ですね香川県出身なので、今日はね香川の郷土料理、こちらをね作っていこうかなというふうに思います。あ、ごめんなさい、香川出身なんでちょっとね香川弁で喋らないといけないですね。わしの香川出身やきんの、これの香川の郷土料理をの今日の作っていこうと思うよ。だからな、そうやきんな、みんなちょっとねこれね見てほしいんよ、で真似してほしいんよの、うん、だからね今からね作っていこうと思うきんな、よう見とってや。うん、というわけでね、ちょっとねこれ以上喋るとね、なかなかねボロが出ちゃったりね聞きづらいかというふうに思いますね。もっとね香川弁聞きたいっていう方はちょっとね前回の動画ね、こちらで香川弁でね会計講座してますんで、ちょっとねそっちを見てほしいんですけども、でこれね今日何の郷土料理を作ろうかと言ったことをねちょっとねご紹介しようというふうに思いますけども、まずはね香川といえばまあ讃岐うどんですね。ねこちらでございます。本当にもう死ぬほど食いましたね、私の18までね香川いたんでね、めちゃくちゃもううどんで育ったっていう感じですね。こちら生麺ですね、これ2玉入っていますね。2玉でこれ、ね360円ぐらいね、しましたかね。うん、それぐらいしましたと。で、まあね、これ、普通にね、うどん食ってもね、面白くないと思うね。かけうどんとかざるうどんとかね、皆さん多分ね、食ったことあるというふうに思いますんで、ちょっとね、香川特有の、ちょっとね、独特の食べ方をね、皆さんに今日はね、ちょっとご紹介しようかなというふうに思いますんで、ちょっとね、お楽しみというわけですね。まあ、ただですね、うどんだけ食ってもね、ちょっとね、味気ないというふうに思いますんで、ちょっと今日はね、メインディッシュ、こちらをね、用意しております。で、メインディッシュは何かというと、これね、骨付き鶏ですね。意外かもしれませんけどね、香川のね、名産で、まあ、地鶏があるんですね。で地鶏のもう骨付き鶏がねめちゃくちゃ美味しいんですね。皆さんね一角っていう店ご存知ですかね。ちょっとね概要欄にねその一角のリンク載せておきますけどね、ほんとこれねめちゃくちゃ美味しいやつでね、このこういうねもっと大きいんですね、店に行くとね、こう一本あの丸ごとの骨付き鶏ね、もも肉をですね、もう塩コショウとねほんと油でねジュワーッと揚げですね、もうそれをねかぶりつくみたいなね、そんな形です。ほんとにもうね なんていうかね、もうビールを飲むために生まれてきたのね、そんなね郷土料理があるわけですよ。で今日はねちょっとその味をね再現したいなというふうに思います。でこのね一角ってね実はねあの横浜にもね支店がありますんで、横浜の駅前にねありますんで、ちょっとね皆さんね行ってほしいなというふうに思いますね。はい、これを作っていこうと思います。でこれがね650円しますかね、結構高いんですよね。はい、一本ねこれ650円します。はい、ねこちらですけども、で最後にねこれねキャベツです。キャベツ4分の1個ですね、これで40円ぐらいしますかね。はい、本当にもう味が濃いんですね、このね鶏肉って。今からねちょっと味付けをね濃くしていくんですけど、やっぱそのね口直しが必要ですね。ちょっとねキャベツを丸ごと使うっていうね形になってまいります。それでね早速料理をしてまいりましょう。はい、それではですねちょっと作っていこうと思います。まずはですね、うどんですね、こちらです、小八うどんですね。はい、こちらをね茹でていこうというふうに思いますけどね。でもうこれ茹でるだけです。でもうすでに沸騰しております。でもうこれをね入れるだけというわけで入れていきます。でね14分ぐらい茹でろって言ってますけどね、私ねほんと固めが好きなんでね、今回ね10分ぐらいにしようかなというふうに思います。はい、あ二重ですね。はい、ねこれをねどう開けるかというと、もうね開かないですね、これ開かないです。挟むんですね、ドボンと入れるわけですね。はい、で再度沸騰してきたら蓋をしますというわけですね。はい、はい、というわけでね、ちょっとね、10分ぐらい茹でている間にちょっとこのメインディッシュをね作ろうかなというふうに思います。まずはですね、こちらのね説明書によるとですね、骨に沿って包丁に切り込みを入れ、同様に肉厚部分を平均化するように切りますというわけで、ちょっと何言ってわかんないんですけど、要するに平べったくすればいいってことでしょ。でもこれ切れてるな、あ優しいスーパーですね、もうなんか切り込み入ってますね、大丈夫です。はい、というわけでね、じゃあ次の工程ですね、次の工程はフォークで両面に穴を開けるというわけでね、穴をね、ぶっ刺していきますね。はい、こういう作業ね結構楽しいですね。皆さんもね、会社のねちょっと嫌いな人をイメージしながらですね、ぶっ刺していきましょうね。はい、そうするとすごく楽しくなります。
というわけでこんな感じにしますと。で、続いて何をするかというと、塩コショウとニンニクを多めにすり込む。ここがね、一番ね、ポイントだというふうに思います。というわけで、塩を振っていきます。これね、多めなんですね。ちょっとやりすぎやろうぐらいの、そのぐらいの、ね、量の振り込むっていうね。もっとですね、もっとですね。めちゃくちゃ振りかけます。こっちもね。はい、完了。続いて、胡椒。胡椒もだいぶ多めにやっていきます。で、裏面の。続いて、ニンニク。ニンニクも多めに。分量ちょっとわかんないけど、こんなもんだな。で、これを多めに、煮やったやつを、すり込んでいくと。こんな感じかな。はい、こんな感じになってますね。これマジですよ。これマジでこんぐらい振りますと。で、これなぜかというと、本当にね、香川県民ってね、めちゃくちゃ塩辛いのが好きなんですね。だからね、香川県民って結構ね、高血圧な人が多いんですよ。ね、あのうどんもよく食べるでしょ。で、うどんの中ってね、小麦粉の中に塩分含まれてますからね。もううどんとこれ食ったらね、それはもうね、高血圧になりますよ。ね、そういうわけでね。まあ、というわけでですけど、私はね、なぜかね、低血圧なんですね。高くてもね、私110ぐらいしかありませんね。はい。というわけでね、こんな感じでね、本当に思いっきり、塩コショウをまぶしていきます。で、ちょっとね、ここで温めて、最大の失敗ですね。時間を計ってなかったですね。5分ぐらいかな。今から5分ぐらいね、やっていこうかなというふうに思います。そして、蓋をするのね、忘れてましたね。はい、そしてですね、これで終わりではなくてですね、あとね、このね、醤油をね、塗り込むわけですね。醤油をなみなみと入れていきます。で、またこれを揉み込むわけですね。はい、こんな感じですね。もうすでにね、美味しそうですね。はい、これですと。で、こっから、これをラップにかけて冷蔵庫で1日寝かせる。寝かせるってね、聞いたことなかったですね。私みたいなね、ブラック企業はね、もう1日寝かせるとかね、そんな甘ったることはね、しませんからね、ずっと起こします。というかね、寝かせる工程は省きます。もうこのままいきます。はい、で、フライパンも温まったところでですね、サラダ油ですね。サラダ油を多めに入れていきます。ちょっと分量があるんだな。このもんかな。絶対飛び散るよな。これを入れていきます。はい、こんな感じで熱いな。熱い。皮面がしっかり焼けるまで焼いていきます。で、皮面が焼いてきたので裏返して、裏返します。はい、というわけでね、多分10分経ったと思うんで、ちょっとね、うどんを出していきます。じゃあね、うどんがね、こんな感じで出来上がったらね、これをザルに移していきます。で、これを冷水で一気に冷ましていきます。はい、こんな感じで、ね、熱がね、もう止めましたね。これで、冷めましたと。でも、これでも完成です。で、これね、これお皿に移して、はい、一丁上がりっていう感じですね。特殊な食べ方を紹介するって言いましたね。これどういう食べ方するかというとですね、実はですね、このお刺身醤油、これをね、ここにね、さーっと、はい、これで完成です。これね、香川名物醤油うどんっていうんですね。やっぱね、うどんはね、そのままもう生がね、一番美味しいわけですよ。だからね、これね、本当にね、もううどんの刺身みたいなもんですよね。刺身をね、やっぱね、変な手を加えずにね、そのまま食べる、もう醤油だけで食べるからね、一番美味しいところですね。で、うどんも同じなわけですよ。もうこれだけで完成です。はい、ぜひともね、皆さんね、ちょっと生麺で美味しいやつね、手に入れたらこれやってみてください。はい、さあ、そんなこんなんでね、もう鶏ができてるいるんじゃなかろうかというふうに思いますんで、ちょっとね、開けてみたいと思います。こちらでございます。これはうまそうだな。この付き鶏はね、もうできたというふうに思いますね。あとね、もう火止めて余熱でね、じゅうじゅうやってるだけです。じゃあ、ちょっとね、最後に付け合わせのね、キャベツ切っていきましょうね。はい、キャベツはね、確かこれでしょ、表面を、これもういらないでしょ、捨てますと。で、それでもざく切りですね。ざく切り、これでお皿に移し替えて、はい、というわけでね、これで完成です。はい、というわけでね、ちょっとね、盛り付けていきましょう。はい、こちら完成でございます。こちらね、普通の醤油うどんですね。見た目はよろしくないね。はい、で、こちらね、付け合わせのキャベツからのこれですよ。皆さん、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですかね。これね、本当にもうお手軽にね、作れますんで、ね、ぜひ挑戦してください。はい、
一角の骨付き鳥ですね。それでは食べようと思います。最後忘れてましたね、このね残った油をここをねかけるんですよ。はい、できましたというわけで、めちゃくちゃうまそうですね。早く食いたい。ね、もうお腹ペコペコですからね、食いたいというふうに思います。で、まあ、これね、原価計算クッキングですかね、いくらかかったんかっていう話ですね。で、先ほど申し上げた通りですね、こちらのうどんがですね、これ2玉で360円と、骨付き鶏が650円と、キャベツが、なんか、熱かった。キャベツが4分の1で40円ですね。で、直接材料費がこれね、合計で1050円かかってるわけですね。まあまあ高いですね。結構贅沢です。はい。というわけでね、このね、料理を作るために直接用意したこの材料のね、費用が1050円かかったというような話ですね。で、それだけじゃないですね。このね、材料だけじゃ作れないですね。いろいろね、調味料とかね、水道光熱かかるわけですよ。だからこういうのね、製造間接費なんて言いますね。直接はね、用意していないんだけれども、まあ、間接的にね、コストがかかっているというようなものですね。まあ、例えばですけど、まあ、調味料とかですね、まあ、塩コショウだいぶ振りましたね。ね、油とかね、使いましたね。大体ですけども、大体30円ぐらいかかってるんじゃないかなっていうね、大雑把です。はい。というかね、あと、水道光熱にね、いろいろね、水とかね、洗い物とかしましたね。だからね、まあ、30円ぐらいですかね、これもね、ガス代とかもかかってますからね。で、あとね、私の家で作ってますからね、これね、家賃もかかるわけですよ。で、私のね、これね、家賃結構高いですよ。ね。で、どれかな、まあ、これね、作るのに1時間ぐらいかかってますからね。1時間分というわけでね、だいたいまあ3000円ぐらいかな、っていうことでね、ざっくりです、本当にね。3000円ぐらいというわけでね、製造完成費がね、合計で360円かかったというようなね、ことになっておりますと。それだけじゃないですね。私の人件費もかかってるわけですよ。ね、私これ1時間ね、かかってますからね、これ作るのに。ね、大変だったんですよ、本当に。私のね、時給結構高いんですよ。私の時給ね、だいたいね、まあ、2万円ぐらいでね、1時間働いたんで、まあ、2万円というわけで、まあ、直接労務費が2万円かかりましたと。というわけで、直接材料費1050円、製造関税費3060円、直接労務費、2万円というわけで、これのね、作る合計が24110円と、原価だけでこれぐらいかかっていますと。というわけで、超高級料理ができましたと。はい。というわけでね、早速食べてまいります。ではここからね、モザイクです。じゃあまずはですね、このね、やっぱさぬきうどんですね。香川といえばさぬきうどんです。これをね、ちょっと食べてみるというふうに思います。この本当にね、私ずっと食べてました。この醤油うどんってね、高校の時はずっと食べてました。いただきます。これなかなかね、美味しいですよ。うん。やっぱね、麺がいいですね。ツルツルしてますね。やっぱね、さぬきうどんのこの生麺を買ったらね、これぐらいのね、クオリティ出ますね。結構ね、失敗したかなと思ったんですけど、意外に美味しいんですね。ちょっとね、これは大成功です。はい。じゃあ、気になるですね。この、こちらですよ。ね、ほんと、ビールのためだけに生まれてきたのね、この鶏です。ね、塩コショウたっぷりですかね。ちょっとね、これをね、いただこうというふうに思います。はい。じゃあ、ちょっとね、これは本当にもう手でいってね、もう、かぶりつくって感じですね。はい。しっかり、モザイクお願いしますね。いきます。うん、皆さん、めちゃくちゃうまい。もう酒がね、多分何本でもいきますね、これは本当に。で、結構ね、やっぱ味が濃いんですね、本当に。めちゃくちゃ美味しいです、本当に。で、これね、味濃い時にね、どうするかというと、このね、やっぱね、付け合わせのキャベツですね。で、そのまま食べてもね、味気がないんでね。これ、ね、食べ方どうするかというと、このね、さっきね、かけたね、油に通して、すくって、食べると。いうわけでね、ぜひね、皆さんもね、これ試してほしいなというふうに思います。ただ、2万円かかります。